ダブルボランチは新野と宮澤が復帰しました。右に近藤、左に青木、トップ下にスパチョークと浅野、ワントップは駒井、いわゆるゼロトップとなっています。ディフェンスは松原、リカルド・グラッサ復帰、鈴木海と上村、ダブルボランチは上原とレオ・ゴメス、右に松本、左に古川。今前半の45分がキックオフとなりました。画面の右から左に攻めていく、今ロングボールを松原、いいですね、いいボールが供給されました。古川です。この人はドリブルも非常に得意な選手。さあボックス中に入ってきた。中には4人の選手がいる。深くえぐってまだボールをキープする。シュートに至る。菅野がよくブロック。このシーン見ていきましょう。この馬場の左手ということですかね、まあ、可能性ということですよね、まあ、手でやっているような感じではないですけど、難しい、まあ、対応ですよね、これね。7番の上原、この上原は全試合スタメン出場しています。そして古川、先ほどはいいですね、終わりました。さあ松原、中でペイショットから山田へ、ボックスの中シュートに行った。スパチョークからいいボールが入った。浅野切り返してシュート、決まりました。前半の25分、浅野今シーズン3ゴール目。先制点は北海道コンサドーレ札幌。7試合ぶりの勝利に向けて浅野雄也が左足でゴールネットを揺らしました。いや、素晴らしいゴールでしたね、まあ、浅野選手の技術の高さ、まあ、スピードと技術の高さが生まれましたけど、ちょっとギャップができたなと思ったんですよね、この瞬間です。この後ですね、そのギャップを一瞬つきましたよね。ちょっとグラッサ選手のポジションが少し中途半端だったんですよね。スパチョーク選手ね、よく見逃しませんでしたね、まあ、ただこの、まあ、追いかけてくる選手をしっかり見ながら切り返していいところに置いて、最もヘディングが強いのはこちらを岡村、ファーサイド、その岡村の前に宮澤。後半につなげたいラストプレーになるか。中で宮澤、前半の45分が今後半の45分がキックオフされました。ボールを蹴っていきました。右から左に攻めていきます。ホームの北海道コンサドーレ札幌、赤と黒にユニフォームプレーをし、そして古川に変わるというようなシーンも多かったんですが、この37番の平川が入りました。そして松原からのボール、このボールこぼれ球シュートに行く。いい反応を見せた14番の松本、まあ、結局ドタバタした状態の場合って、まあ、それぞれ選手が、ね、いいポジション取れないですからね、さあスルーパスで浅野、よく見た、枠の左。岩田は本当に対応しなきゃいけないですよね、お、かわした。今度スパチョークから青木、ボックスの中切り替えてシュートに行った。タイミングをずらしてからのシュート、強烈なシュートはイエローカードが出ます。さあ素早いリスタート、上原のシュート、抑えていきましたがヒットしませんでした。浅野右足でクロス、中村とは遠目からシュート狙った。クロスは直撃、まだあるセカンドボール、これは入ってキム・ゴンヒフリーになっている。シュートアウト、いやーもう一度かわしてキム・ゴンヒか、浅野、いやまだある、アラノ浮かせてしまいました。終了ですかね、ここで試合終了のホイッスル。北海道コンサドーレ札幌今シーズン2勝目。
サビオがカットにした中で外が使う、もしくはインサイドをジェイゴが使ったり、今日はどこかでこういうジョーカーを入れることになるでしょうね。そうだと思いますね、うん、まあ、ルキアもその一人でしょうね、はい、阿部が下げてゲームがスタートしました。まずは大野から右のハイサイドへロングフィード、キム・ミンテ、まあ、いいとこ取りましたよ。ロングフィード、ハタ、おー、ナイスコントロール、ハタ、シュートだ、松本、セカンドボール、鈴木明人、鈴木明人、打てない。いやー、いい攻めでしたね。最高のコントロールでした、ハタ。鈴木明人、入った左を使って、ハタ追い越してきた大野、大野クロス、入れ替え、ブロック、シュート、平岡のフィニッシュです。阿部が入れます、犬飼クリア、セカンドボール、池田、もう一度阿部が入れ直し、ヘディングシュート、鈴木明人です。サビオが入れます、ヘディング、細谷、ポスト、決まらない。阿部が入れます、ファーサイドを狙って鈴木優斗の前、これは豊島のクリア、セカンドボール、サビオ、まだプレー続きます。あっと、かかとに当たってしまった細谷、ここで前半が終わりました。ジャンプアップして J1 の湘南ベルマーレへと移籍しました。柏の島村と同じような、まあ、まさに這い上がったキャリアなんですよね。そうですね、まあ、そういう選手は強いですよね。やっぱり自信を持った時に本当に素晴らしいプレーを見せてくれますので、はい、小賀のロングフィード、旗が競り勝つ、運んでいきます、福田、距離を稼ぎます、サビオが戻ってきました、阿部のクロス、抜けてきた、福田だ、阿部巻いてきた、よく触った、松本よく弾きました。関根がタイトに行く、ただ繋がれます、池田、右が空いた、さあ鈴木優斗、鈴木優斗、ナイスセーブ、島村よく止めました、松本、一気に池田が裏を狙う、池田だ、池田切り返す、ついていく小賀、折り返し、福田、島村だったとは思いますけど、時間ができたので福田がここまで入り込める、まあ、スペースもそうですし時間もできましたよね、はい、島村横パス、豊島、サビオ、抜けてきた、細谷、落ち込んだ、この後でこのパスが効きましたよね。ジェゴ、もう一度小賀太陽からです。あっと、これはカットされましたが、あー、福田のタックル、足の裏が入ったでしょうか。あ、レッドカード、一発レッドです。どうでしょう、あ、でも足引いてますけど、まあ、右足は、まあ、上げていってるんですけど、右足は多分当たってはいないんだと思うんですよね。最後、あ、まあ、ちょっとどうですかね。まあ、でもね、最初の向け方良くなかったです ね。大卒ルーキーの高橋直也、関西大学から加わったプレイヤーですが、センターバックがオリジナルポジションです。島村クロス、細谷だ、ついに覚醒、柏のエースが取りました。まあ、オーバーラップもかかっているので、まあ、ハタは少しそっちも気にしながらにはなりましたけども、でもその間を島村はよく通しましたし、熱狂の日立大、勝ったのは柏レイソル、リーグ戦5試合ぶりの勝利はエースのゴールでもたらされました。さあ、両チームの選手たちがピッチへと登場してきました。東京ヴェルディに関しては昨シーズンは J2 3位、プレーオフを勝ち抜いて16年ぶりの J1 の舞台、
その中で、こういった並びが今日は予想されています。そこダウンに変えて使ってきたということはそのポゼッションの部分ね、ボールを持つという部分も重視していくのかなと思います、はい。さあキックオフの声援が吹かれました。ホームのベルディのボールでスタートをしています。緑のシャツ、左にエンドがホームの東京ベルディ、そして右から左へと攻めていきます。白いシャツがアウェーのガンバ大阪ということになります。一、つここは仕掛けてということになる山田。さあ宇佐美から縦へ坂本へというところですが、ここは跳ね返して前線に入れていきます。ここは木村へというボールでしたけども、すぐにまたボールを奪ったがまた奪い返すという状況です。小長から前線長いボール、ここは跳ね返していきます。中谷からのボール、さあ坂本の落としからですが、中盤の奪い合い、またここを奪って遠目から狙っていく。惜しくも左に外れましたが、染野のシュートでした。いや強烈でしたね。でしたね。山田吹からファーサイドのボールになる、へて中へこぼれ球、クリア。ファーサイドからまだこぼれている。ここもブロック。かなりスクランブル状態でしたが、ガンバ耐えました。押し込めなかったベルディです。狙っていった。宇佐美狙っていった、狙いましたね。狙いましたね。さあ津田島から縦に送ってフリックをした木村、ただこれは繋がらず、福岡はタッチに逃れています。このタイミングで長い笛、前半終了です。前半は結局両チームともに得点には至りませんでした。さあ後半の笛が吹かれました。右にエンド、緑のシャツ。さあその鈴木徳馬の落とし、ネタラメ、坂本ワンタッチ、宇佐美だ。宇佐美から縦パス、絞っての対応という形になりましたけれども、森田の対応でした。その森田カット、まあ、このパスがつながった。さあドリブルで運んでいきながらという形になっていますが、さあ山田につなげる、縦に行く、右足でクロス、ファーサイド、まだあります。小長からのクロスボール、ここは中谷が跳ね返していく。宇佐美からファーサイドへ、エンディングシュートは枠の左でした。惜しいヘッドという形になりました。ここはスローインベルディボールです。あそこはやっぱ体重の強さありますね。ここダワン、またマイボールにしていきます。木村から降りた、大石小長、うまい、ここはファールはない。小長クロス、さあ木村浮かす、胸トラップから探偵してのシュートでしたけど、バーの上でした。さあそのままドリブルで運ぶチャンス、さあ降りたシュートだ、正面が飛ばれている、押し込めない、詰めていった木村でしたけども、しっかりとキャッチをしました一森です。声を上げています大福監督です。熱いです ね、 ですね。そしてここで長い笛が吹かれました。結局両チームともに得点には至りませんでした。雨の中 J リーグの日の一戦、前線はオセフンと藤尾です。予想フォーメーションは 4-4-2、奪って縦に速く、そしてサイドから仕掛けていくことができる。前線は今シーズン初先発の山田大翔、ワイドに為田、ジョルディ・クルークス、予想フォーメーション 4-3-3 という形です。まあ、本当にレオ・セアラ選手というもう大エースがいるので、彼がいない時にどうできるかっていうのが、まあ、セレッソにとっても彼にとってもすごく大事かなと思います。上げています。谷が出ました。奥の平川行く、スピードがある。1対1の局面、仕掛けます、運びながらかわしに行く、運んでフィニッシュ、よく残しましたキム・ジンヒョン。ジョルディ・クルークス、ファーサイドに流れていきましたが、奥の、わー抜けた、先制セレッソ、1
瞬ちょっと町田ディフェンス足が止まりました、うん、始まったんですけれども、ここも中山田でしたがどうでしょう、まあ、これがどうかですよね、まあ、ちょっと少しバックステップ踏んだりとかもしているので本人的にはオフサイドにならないようにという感覚だと思いますね、はい、まあ、そして来たボールに対しては、まあ、ちょっと浮いてしまったんで、本人としては、まあ、それをこの1の1でやっぱ決めきれるというところですから、当たってると黒田監督が言ってますけれども、あオフサイド、得点取り消しです。帰ってきてからね、今日のこういう試合でやっぱしっかりとキャプテン巻きながらやってると、はい、結果が欲しいところだと思いますよね。そうですね、0対0の折り返しです。坂東さんどんな印象ですか。で、タメダに変えてレオセアラを入れます、まあ、これで山田大翔の立ち位置がどこに変わるのかどうするのかですね、はい、まあ、ゲームが始まってだいぶ雨が落ちましたが、それも少し小降りになってきました。セレッソボールのスタートです。西尾からハイボール縦へ行きます。ナサンホー逆サイド抜けてダイレクトシュート、一つ飛ばしました。ナサンホークロスオセフ、先制町田ゼルビア、すごい。ですぐに帰ってまたミッチェル・デューク出てきますからね、はい、まあ、シュートを決めた後もちょっと足がつりかけたのかチームメイトに伸ばしてもらっていたオセフン、まあ、本人たちからダメだというメッセージが飛んでないので準備はしていません。レオセアラ、レオセアラ、あっと、あ、PK、うまくマイボールにして最後は倒れました。まあ、この辺りね、やっぱりこのレオセアラここの一番きついところに入ってくるっていう、ここの一つ目でやっぱりこううまくチャンミング選手はこの後ですね、ここで右足でクリアでききれなかったのでその後こう引っかかってしまったという形になりましたね、はい、あそこでコーナーでもタッチでも逃げておけば違ったジャッジになったかもしれない。決めた、コースは呼ばれてましたが力強く蹴り込みました。1対1、中エリキとデューク、デュークだ、仕込んで2対1、ナサンホ、試合終了。勝ち切りました FC 町田ゼルビア。藤原、マイケル、トーマス・デンが戻ってきました。星中盤、長谷川拓実、奥村初先発、秋山小見、松原、上島、サネット今シーズン初先発、加藤聖、F マリノスのキックオフで前半がスタートしました。左にエンド、オレンジのユニフォーム、アルビレックス新潟。これ松原さん、やっぱり松橋監督からしても前半で1枚切るっていうのは相当痛いわけですよね。痛いですね。で、まあ、状況が今のね、なかなかこうあの結果も出せてないっていう状況もありますから、はい、山手です。間から渡辺浩太だ、いいとこに入ってきます。渡辺浩太、後ろからのボール、ダイレクトボレー、 F マリノス先制です。まあ、このプレーだと思いますね。怖さがあるなっていうようなプレーしてたんで、はい、そこを出してほしいですね。そうですね。コミ斜めに入る、コミスピードがある、コミ用と行く、アウトで使って鈴木浩二、前が空く、鈴木浩二だ、白坂触りました。柔らかいボール、ニア、長倉、
まだクリアできてない、こぼれている、トーマス・デン、奥村、外使った、マイケル、ジェームズ入れる、逆サイドボレーシュート、白坂、長倉切り返す、横使って奥村、頭 F マリノス体張ってます、ただ取り返して小見太、チャンスだ、白坂、ナイスキーパーですね。これは強い、上田正彦、井上健太ワンタッチ、加藤ひじり、上中へ、井上健太つながった、マイナス、上中、アンデルソン・ロペス、アンデルソン・ロペス、セーブ、ヤンマテウス決まった、 F マリノス追加点、新潟はファールをアピールしてます、ちょっと引っ張られたというアピール、そうでしたね、はい、止められています。一旦このシーンですよね、上中とのここで、はい、あ、そうですね、手をこうかけているようには秋山に見えますけど、はい、ただまあやめずにこうやって最後までこうプレーするっていうことが最も大切なことですからね。そうですね、はい、当然攻撃の谷口、後ろ秋山、ここで前半終了のホイッスルです。0対1アウェーの横浜 F マリノス、1点リードで折り返しです。両チームハーフタイムでの交代はないようです。新潟のキックオフで後半45分がスタートしました。勢いを持って、おー、短くなった、シュート自分で決めた、鈴木浩二、追いつきました新潟、相手のミスをつきました、鈴木浩二、左を見た、谷口抜けた、チャンス、谷口、おー、すごい、一気に逆転、谷口決めました、冷静なフィニッシュ、加藤蓮、ヤンマテウス、ワンタッチ、渡辺康太、内側向く、木田、木田、木田拓也、アンデルソン・ロペスが抜けてきた、ナイスキーパー小島、戻して内側から出てくる、チャンス、切り返して奥村、うわ見事、奥村陣、J 初先発、 J 初ゴール、素晴らしいフィニッシュ、上島、試合終了、アルビレックス新潟逆転勝ち、4戦4勝です、はい、まあ、ユンカ、永井、森島、まあ、前線のこの3人がどれだけ絡めるかというところ、まあ、前線にも当然絡んでゴールもという形ですから、はい、まあ、この前線の組み合わせというのは、今ホイッスルが鳴りました、右から左 FC 東京です、森重が前線に蹴っていきます、右越してきて、まだですね、試合マイナス倒れついた、いい入り方しましたね、はい、狭い局面、バングーナガンでこぼれたものは永井が入れる、それでも森重が、ただもう一度倒されたが PK か、内田が倒れました、この後ですね、森重が落ちたのところですね、はい、うん、森重がボール奪った瞬間にプレッシャーかけて、はい、出てきたボールに対してまず内田の方が先に触ってますし、はい、森重が足を出したのは、キャスターユンカー先制、名古屋グランパス、怪我から戻ってきた名古屋の貴公子、 PK で先手を取りました、名古屋グランパス、これが前半ラストのプレーになるかどうか、いいボールが出た、少し時間がかかっています。
オフサイドですか。得点取り消し。ここで前半終了のホイッスルになりました。1対0、名古屋グランパスがユンカーの PK で1点を先制したという前半でした。改めて浅野さん、はい、前半の印象いかがでしたでしょうか。先制すれば今季4戦4勝、さあ後半どうでしょうか。センターバックのミクリが長いボールで前線です。浅野さん、この交代になりました。代表コンビが戻ってきました。右で森島も来る、左の泉を使った、マイナスグラウンダーで来る、ユンカー2点目、ユンカー戻ってきた、ユンカー、やっぱりユンカー今日2点目。ボックス外、今入ってきた泉、遠いところには増井、中央稲垣が回収しに行きます。ダイレクトで入れる、ニアでスルーした、ユンカー、ハットトリック、キャスパーユンカー戻ってきた、キャスパーユンカー、なんとなんと先発復帰に応えるハットトリック。これまでの怪我の悔しさ、プレッシャー奪った泉、泉、前スペースが空いた、泉が打ってくる、長友がそのスペース、長友が裏取った、長友マイナス、逆サイド、ヘッドきた、荒木か、荒木か、7戦6発、1点返した FC 東京。あっという間のフィニッシュでした。取った名古屋、中山が来た、中山が来た、裏ハトリック、麻酔だ、麻酔、麻酔、うわっと、ボール一つ分、松木上げた、ファーサイド、うわっと、かき出したが最後川面か、このボールも良かったですし、このヘディングもうまくいってましたけどね。裏で呼ぶ松木、荒木に入る、当たりますね、長野が来る、松木だ、松木、ナイスキーパー、もう一度押し込むか、ジャジャシルバも絡んでいましたが、まだありそう、いや長友、ここで試合終了のホイッスルです。名古屋グランパス、キャスパーユンカーのハットトリック。2敗というところでやや引き分けは先行しています。それでもこのアウェーの地で連勝を飾ることができるでしょうか。今選手たちがコートの中に入ってきました。守備力の高い選手ですし、まあ、前線にも絡める、まあ、後ろでもしっかりとディフェンスができるという選手なの で、まあ、ベンチにも入っていないという状況、はい、で J1 に上がってきてから過去3年間はずっとこの前選手は井出口が下げてキックオフ、ウェリントンがプレスをかけていきます。一気に右サイド使って大迫ターゲット、福岡もただ積極的にシュートは打ってきました。落としたボールは無理はせず、ここでカット、うまい、大迫からうまくつないで宮代、左にはゆるきがいます。そのゆるきにボールが出ました。ドリブルのできる非常にうまいプレイヤーです。ゆるきのクロス、大迫フリックしてから宮代の左足、ちょっとボラ浮いてしまいました。ゆるき、田中達也ついていく、ゆるきが中、武藤スルー、大迫、酒井がいる、酒井を使う、酒井がシュート、クロスかシュートかちょっと分かりませんでしたが、昨シーズンは4つのアシストをマークしました。東京ヴェルディから復帰をした今シーズン、ヘディングシュート、ナイスキーパー前川、よく触りました。田代が持って、左は亀川ですが、そこは使わずにサイドを変えます。ウェリントンターゲット、中落として茂みからのパス、亀川が中に入れる、ここは跳ね返してもう一度亀川の元へ、田
代がサポートに来ました。田代中に入れる、ポストゆるきクリア。いや、いいボールでしたね、はい、いい形のボールを入れてきました田代。すぐに始めて福岡、クロスを上げに行く、ヘディングシュート、北島がシュートを打ってきました。ここで前半終了の笛、お互いにゴール前に迫るシーンを見せました。ヌービアスタジアム神戸からお届けしているヴィッセル神戸対アビスパ福岡の一戦、非常に小さいサイズの選手ではあるんですけれども、まあ、2人とも本当に素晴らしい活躍を見せてますからね。ですので、このサイズではないというところを、ね、見せてくれています。その山川もここは繋いだところはちょっと引っかかって、今度ここはまだ入口も行きます。松岡からちょっとパスがずれたんですが、ベリントンが狙う、ここはしっかりと正面です。ここもダイレクトで外せ、真ん中ですが田代が先に触った、そのセカンドボール、荻原、佐々木がつないで、酒井、近い距離の大迫へ、ちょっと大迫も降りてきて、大迫から裏、宮代大成、オフサイドなし、宮代大成、今シーズン7ゴール目、ビューティフルアシスト、そして3戦連続ゴール、宮代大成、まさに神戸で大成、宮代です。いや、すごいゴールでした。素晴らしいゴールでしたね。いや、素晴らしいパスに、はい、ゴールにっていうところ、まあ、ここは、まあ、顔を上げた瞬間ですよね、はい、この動き出しの瞬間、まあ、後ろから来たボールなんですけどね、しっかりとボールを見ながら、まあ、キーパーの位置っていうところ、キーパーの距離感見ながらしっかりとミートしましたね、はい。これはキーパー出てくるっていう怖さもあるんですけど、そうですね、まあ、しっかりそのキーパーも見ながら落ち着いてましたよね、はい、ランニングしながらもいろんなことを考えながら、まあ、あと落ち際をしっかり叩く、はい、田代も中に入ってこようかというそんな素振りは見せてます。ザケディ狙っていく、直接狙っていきました。まあ、一つはサイドチェンジも含めながらっていうところ、幅を使ってサイドっていうところはね、非常に狙ってると思いますけどね、はい、サイド使って湯沢選手も入ってくる、湯沢がクロスを上げる、ザゲディのヘッド、中こぼれている、ナイスキーパー前川、まだボールあります。立ち上がりました、ちょっと競った時ですかね、ああここで試合終了の笛です。神戸ホーム戦連勝、リーグ戦はこれで2年ぶりの4連勝。ようやくベストメンバーで臨むことができるというサンフレッチェ広島、ベンチにはこれまた怪我から戻ってきたピエロスとマルコス・ジュニオールもスタンバイです。いや、奈良橋さん、はい、そのままで来ましたね、中塚。まあ、そうですね、そうやっぱチームの完成度っていうところをホビッチ監督もそこはしっかり高まらせてる。前半の45分のスタートです。まずはセンターバックの荒木、長いボールで中野を狙います。スローインです。長野のボール真ん中に入ってヘディングエラー、これは僕が言ったから2戦連発です。鹿島の闘魂センターバックセットプレーから一撃先制、鹿島取らず、まあ、強いですね。強いですよね。次は右から諸岡、独特のステップカットイン、左足で打てない、 DK、 諸岡らしさ全開、左足に持ち替えてカットイン、 PK ゲットです。とか絞りにくいですね。そうですよね、まあ、ボールもしっかり動いてましたしね、シュートモーションに入ったところではありましたから、まあ、少しこう越光選手からするとうま決めました。ど真ん中2戦連発ストライカー鈴木優真、0対2鹿島アントラーズです。まあ、大迫選手も、ね、ボールに触れましたからね、名古屋反応残しました。繋いで諸岡から仲間のボール、仲間行く、さあ仲間の右足ループ狙っていきました。今シーズンこういった本当にボールが多いですよね。
佐々木翔、ボランチ東、腰道、ボディフェイント、またいで左足クロス、ワンタッチの落とし、カット、決定機でした広島。大学ナンバーワンセンターバック中野、プロの主戦場ウィングバック。さあ広島チャンス、セットプレー、早川です。東ワンタッチ、加藤クロスでヘディング、うん、早川キャッチ、折り返します。さあ解説奈良橋さん、森崎浩二さんです。前半を終えて奈良橋さん、はい、どう表現されますか。まあでも2点鹿島リードしましたし、まあ、その後少しこう押し込まれる、後半の45分のスタート、つなぎます。上田から右に振るサイドバックノーノ、斜めのボール、高さ強さのあるメンバーがボックスの近辺に並びます。鹿島アントラーズです。ナゴのボール、ヘディング、ここもドンピシャで合いました。アントラーズ、これ今まで加藤はですね、基本的にセンターラインでボランチをやることあったんですが、今日ウィングバックもやるということになりました。左に腰道、ボランチ松本大使からピエロス・ソティリュー、交代直後ぶっつけ本番で采配を当てようと引っ掛けたマルコス・ジュニオンだ。相手のミス見逃しませんでした。紫の特芸師マルコス・ジュニオン、1点返した3点広島1対2、まあ、2点目ねしっかり仕掛けて PK 取りましたから、まだ良いプレーは続けてくれましたよね。真ん中に入っていますチャブリッチ、サイドバックの安西、スルスルと入ってスルーパス、うん、チャブリッチ、チャブリッチ、大迫です。鈴木優真、知念、ディフレクションあったボール、うん、ロード、おー、ナイスキーパー大迫、完璧に捉えたノーノの右足です。出足がいい、さすがの佐野、さすがの佐野、持っていったクロスボール、チャブリッチ、見事、運んでクロス、代表ボランチ佐野回収、最後は必殺仕事人チャブリッチ、大きな塩谷拾う、マルコス・ジュニオールのクロスでピエロスがヘディング。94分、ここで試合終了の笛です。名門再建へ、J1 最多優勝クラブ上昇軍団の矜持、したたかさ、継続するところは継続していくっていうところで、まあ、あまりメンバーは変えなかったんだろうな考えてはいましたけど、はい、まあ、しっかりとローテーションして、まあ、チームとして力出していくっていうところですね。前節同様の立ち位置を取っています。前半の45分が始まりました。2024明治安田 J1 リーグ第14節、サガン鳥栖対川崎フロンターレです。連勝へ向けてもちろん欲しいのは先制ということになりますが、川崎、山田、ん、高いですか、失礼しました、高いです、ね、高いです、はい、ニアで高いが決めて、高いは J リーグ初ゴール、ゆこ木村、そして手塚から原田、原田左足をこれ変えるボールになる、横山待ち構える、さあ横山、横山をシュートを狙っていきました。ワンタッチありましたかね、ありましたね、コーナーキックなんですね、はい、ちょっと富樫はスルー気味だったかもしれませんが、さあ聞く力のボール回する、横山、横山、素早くスローインを入れる富樫、さあマルセロ・ヒアン、ヒアンと高い、ヒアン中に、あ、これも横山、
スも懸命、あ、山田抜けてきた、山田力強く、山田押し込んだか、1点返しました川崎です。3対2混戦の中で最後押し込み、前半終了の笛です。いやまあ前半からこういった点の取り合いになるというところでしたが、増川さん、前半の感想をお願いできますか。川崎後半の頭からの選手交代はないというところです。後半のキックオフです。エンド変わります。ホームのトスが右エンド、アウェーの川崎左エンドです。トス、手塚、手塚からのボール、木村、こぼれ、押さえ、押し込んだ、押し込んだ、押し込みました。いやこれは最後原田が押し込んだか。4対2と、さあまたニアにすると、これはデザインしたような形か、佐々木、いやデザインしてきたか、佐々木の右足、相手陣内、トス陣内に入っていますが、家永、家永からのボール、ちょっと伸びた、おっと、だこれは遠野拾った、チャンスか、川崎、遠野、遠野、わずかに枠は行きませんでしたが、遠野の左足、今シーズン、まあ、途中初出場でしたが、このタイミングでまた入ります。で川崎は家永に代わってエリソン、瀬古に代わって山内です。ちょっと川瀬この辺りでバタバタはしたくないんですが、川田、なんとトス5点目、川田が仕事をしました。3点差、前節決定機外して一つ悔しい思い、なんと山内、今度は右に流れてヒールで瀬川、入ったばかりの瀬川の右足、いやビッグセーブでしたね、バクイルグです、はい、川田また、おお、これちょっと狙ったか、川田、いやリフレクションこそありましたが、川田今狙いましたかね。そうですね、ここで試合終了の笛、サガン鳥栖5対2 3点差をつけて今シーズン最多得点。あとは浦和の方で言えば、最近は左サイドのところのローテーション動きってね、あ、おそらくプレスのところかなり重要視してるんじゃないのかなという気がしますね。前からはめに行くところ、左エンド浦和、右エンド京都、主審高崎、さ、試合開始の笛が鳴りました。足元入れた、伊藤が収めました。前田直樹スルーしてリターンが来た、渡辺龍馬のパス、後ろから安井のシュート、中島が右サイドに来て、まあ、渡辺もそうですよね、中盤の選手たちがいい位置で絡んでる、そして得意ではないのかなと思ったんですけども、まあ、本当に日を追うごとに守備の部分の強度とか、はい、力強さが本当に出てきましたよね。後半は左エンド京都、右エンド浦和、主審高崎、笛を吹いて後半の開始です。松田踏み込む、そして武田ワンタッチ、ふんわり上がった、川崎のヘディング、右足打ったか、ここが左ポスト、武田のクロス、川崎の飛び込み、最後は福岡の左ポスト板、はい、中央の原だけじゃなくて左サイドの浅田も起点に してるんですよね、まあ、そこでまず競り立ってここで相手ごとに入ったのが良かったんですよね、はい、でここはこぼれ球にいち早く反応して、普通シュートだったんですけれどもね、ほんの少しですか、はい、あ、相手の背後をつくスペースができるというのを考えれば、はい、伊藤を収めた、うわ、打ってきました、渡辺龍馬、中ミドルシュート、今度は渡辺、
勝利なクロス、アチャンス、チアゴサンタナ、半身ボレー狙い、伊藤浮き玉、これはノーチャンスです。おーっと PK だ。キックは流れたかに見えましたが、マルコ・トゥーリオとの接触で高崎主審が笛を吹きました。イエローカードが ですね、ちょっとカメラの、ね、角度によっては分かりにくい。ナイスキーパー、ナイスキーパー、ガッツポーズ、読み切った、読み切りました。いい仕事しましたね太田。いやナイスセーブ、はい、いやこれ本当に失点していたら京都からすると3点差ですから、このまま踏みとどまって1点返せば流れはガラッと変わりますからね。宮吉が粘ったんですがノーファール。おーチャンス、今度はチアゴサンタナ、今度は決めた、3度目の正直、これで3対0。止めない前田直樹、逆サイド小泉を狙った小さなクロスです。サンタナの守備から体ぶつけてよく持ってきましたね、ここまで、はい、まあ、守備の献身性、そして体の強さ、最後はシュートの技術。武田直接ちょっと外、試合終了です。浦和レッズ3ゴールを挙げて